どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。では今回もパワーブロブンでペナントレースやっていきたいと思います。さあ広島カープ第2戦でございますね。今回お出た高橋宏斗だっけ、来たね。楽しみ楽しみ。さあでは広島カープさんよろしくお願いします。前回ね2対0で完封勝利ということで勝たせてもらいました。ここね3戦ともね全勝できる勢いでやっていきたいと思います。来たよ高橋、めっちゃ顔似てるね。なんか目つきとかすごい似てるわ。さあ頼むぞ期待のエース。君がねこの中日の初勝利を掴んでくれたと言っても過言ではないからね。よっやばいんじゃない、立ち上がり悪いねやっぱり君。悪いわけじゃないんだろうけどね、立ち上がり悪いですよって言われてもおかしくはない。バントですか、さすがにここは一つアウト取っていこう。めっちゃバントうまいね君。防御 1.23 なんだ、いいやん。スプリットフィンガーファーストボールがいい。オッケーナイス、ええやん。先ほどのプレーです。バッターは4番西川、西川ね、これまずいか。よし、さすがにね。ノリじゃん、ノリじゃん。これは守備範囲内。記録はヒットになりました。ドラゴンズ、なおもピンチ。マジで頼むって。投げました。急にそう。当たり損ない。二塁送球、セーフ。二塁はセーフ。カープ、まずは1点先制。1対0。何してんの、二遊間。うわ、もうマジで頼むわ。お前高橋いると頑張って投げてんじゃん、やばい。いや一塁じゃないよ、何してんの。ごめん高橋いると、いやマジでごめん。 OK、 さすがにフライならね。うわーマジでもったいない2点だったね。1回の表が終わって2対0。いや任せろ高橋宏斗、俺たち絶対勝つから。よいしょ、打ちました。いけ、 OK ナイス。岡林ええやんけ。ナイスバッティングです。左バッターボックスは2番高橋、第9岡林スタート。よし打ちました、ヒットエンドラン、セカンド右へ。エンジェルスエンジェルスエンジェルスか。まあ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 、ワンアウトランナー二塁に変わります。ランナー一人置いて迎えるバッター、確実に1点取っていこう。外れた、ボール。小林やっぱ足が速いからね。投げました、ナイス。ショートバウンド取った、最低限最低限。ここはうまい守備に阻まれました。頼むぜビシエド、どうだい調子。うわ体調悪そう。投げました、パームなんでストライク。おーパームなんで投げるんですか。第2球投げました、いやこれはボールだからね、さすがに。さあ来い、シュート回転なのか。投げました、まっすらなんだ。へえ。第4球を投げた、ストライク。うわー5球目。うわめっちゃ緊張するわ、ここ点取れんとまずい。うわっピシャー、うわっ落ちる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 、やった。ナイス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 。高橋宏斗しっかりな、助けてやれよ。アキーノ、まあボールボール。アキーノにはねホームラン期待してますから。第2球投げた、あーさ結構スライダーしてんね、まっすぐ。第3球を投げた、打ちました、あっと抜けた。ビシエド一気に三塁へ、ビシエド三塁です。ナイス、アキーノいいバッティング、いいバッティングするね。同点のチャンスを迎えます。いいよ、ここヒットでいいかもしれないね。投球これから2球目、2球目わー入ってんだ。第3球を投げました、パームボール、A ボール投げるやんけ。第4球を投げました、ボール。いいよいいよ、いい試合してんな俺ら。投げました、アウトコース、結構曲がるね。一塁ランナー自動的にスタート、うわい。第7球をランナースタート、ナイスバッティング。すぐ2点取っちゃう、中継。うちの打線すぐ2点取っちゃうから。
ナイスバッティーンって言われたね。ええやんけ。ここねホームラン打ってくれてだいぶ熱いよ。初回強いね。ナイス。いったんちゃう。石川昂弥がいい。あのね、リアルでも皆さん応援してあげてください。石川昂弥めっちゃええやんけ。これセーフティーとかしちゃったりして。いや、しちゃおうしちゃおう、どんどんやっちゃおう。これでもいい感じに当てていかないと。あ、入ってんだ。第3球を投げた。ああ、瞬速警戒。投げた。セーフティーバント。むずいね。スリーバント失敗。あ、スリーバント、すいませんね、ラメップしちゃいました。2回の表、これから石川昂弥がいいね、やっぱりいいボール。いや、マジでこう高橋ひろといいわ。高橋ひろといいよ。あれ本当にドンマイとしか言えない。これでワンアウト、ランナーはありません。この俺に操作されてることがちょっとドンマイとしか言えないんだけど。うわ、ちょっと高橋ろとまだ1回しか投げていないのに、スタミナがねやっぱりカスだで。ナイスピッチングじゃないですか。まっすぐで押していけるよこれ。オッケー、さすがにオッケー。ええやないかい。ドラゴンズこの回の攻撃はラストバッター。うわ、ちっちゃい豆や豆。いや、もうこれね、ちゃちゃっと終わらそう。高橋優斗は、高橋優斗ちゃうわ、高橋ごめんね、高橋優斗は。さあ投げました。入ってんだ。厳しいところ、まずは見送りました。投げました。うわ、ギリだね。でもストライクって言われてもおかしくないようなボール。投げました。打ちました。結構パームがね分かりやすいというか。オッケー、いいよ。さあ来いよ。さあ投球は5球目。投げました。よいしょ。打ちました。一二塁間。ナイスバッティング。いやあ、今日2安打目じゃないですか。バッティングです。バッターは2番高橋。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れ。オープンと。二塁送球。アウト。いや、これマジでうまかった。くっそ。牽制するやないかい。第2球、いや、エンドランかけようと思ったんだけどね、動いた瞬間さ盗塁したんだけど、ダメだったね。スリーアウトチェンジ。2回が終了しまして5対2、ドラゴンズこの回無得点です。無得点です。カープこの回は2番からの高打順、先頭バッターは菊池。菊池か。初球に送ってストライク。いやー、これ151キロ、いいボール投げるじゃないですか。はい、ナックルカーブと、ナイスボール。ええやん。いや、若きエースだね、これが。ナイス、石川高谷。オッケー。ランナーありません。バッターは4番、西川。これが2度目のバッターボックス。いいボール。第3球を。スプリットピンク、パスボール。上がってきたね、高橋。ヒロト。ドラゴンズこの回はさあ行こうぜ。なんか2、3、4番が打てんね。なんかちょっと調子が悪いというか。第2球投げた。これうざいね。ちゃんとねここら辺来るよってところで投げた。オッケー。第4球を、やっぱねこういう試合できるとおもろいよな。パワープロ君も調子悪いね。打率4割あるんだ、ビシエド。投げました。お、乱闘するか、乱闘。さあ次の投球投げました。これはさすがに落ちるでしょ。無理か。取りました。これで2アウト。守備するやないかい。バッターは5番アキーノ。アキーノ頼むぞ。対左。ええよ。投げました。初球。お、はや。第2球投げました。このパームめっちゃ打ちやすいんだけど、いけるんちゃう。オッケー、さすがにこれ二塁だな。ナイスバッティング。右バッターボクサー6番木下、下結構僕期待してますからね。なんか特殊能力あるのかと思ったら意外とないんだね。ナイス、さすがにこれ1点入った。ヒット。アキ
にホームへ。いやーこれはねアウト、タッチアウト、足遅、リプレイをご覧ください。頼むわ。トコダ、最後はバックに助けられました。トコダってなんか床だかと思ったわ。試合はこれから中盤4回に入ります。はい、この回のトップまだ4回か。投げた、まずいんじゃない。大ナイス、これでナックルカーブ、そこまで打った、いいよ。でもここスプリットピンカーファストボールよ。うわマジか、さすがに取れるよな大島さん。オッケー、ナイス、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッター、ひげづら親父、マクブルーム、今日2度目のバッターボックスよ。取れるよな。ナイス、掴みました。いや調子上がってきたんちゃう。バッターは7番小園、第1打席初球を打った、1・2塁間への当たり、うまい。高橋取ってアウト、エアーチェンジ。高橋三者も、調子上がってきたね。これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは石川、今日3点を挙げています。いいよワンチャン。いやでもな、4・5、おナイス、めっちゃええやお前、いけいけいけ、 3でできるか。石川二塁も狙う、いや二塁で終わりだ。ええやんけん。ノーアウトランナー二塁となりました。これは第9ミオフボール、第2球投げた、あちょっと下手くそすぎる。第3球は二塁ランナースタート、打ちました、ヒットエンドラン、よし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 、リュウク、いいバッティングを見せました。いや高橋宏斗、ここはまだ代打、ここねウエストしがちだから。第2球投げた、うわマジで早くも追い込まれています。第3球をアウト、うわ本当に、タッチアウト、本当に、盗塁は失敗に終わっています。投げました、打ちました、うわ打たしてきゃよかった普通に。いやリュウクはまあ無理せずにな、ここ一発目から走らせよう。第9アウトダブルスチール、うやっべ、お前空振っちゃいかんて。盗塁は失敗に終わっています。俺めっちゃこの試合しか仕掛けるな。投げました、惜しいけどな。うわマジで4回ゼロ、終わりました。1点取れたな。まさかのウエストそこでしてくるかって感じだったけど、まあまあまあいいでしょう。投げました、オッケー、よいしょ、高橋ボール、ナイスボール、いいね。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー、マスター、投げました。真ん中にストライク、タイミング合いません。投げました。アウトボールに送ってストライク、変化球にキレがあります。変化球、オッケー。空振り三振。7回まで行きたいなっていうところではある。流し打ち、どうだ？打球はライトへ。クワッ！になります。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。やべ。まずいね。スリーベースヒット。バッターは2番菊池。あーちょっと疲れてきたか、まずい。初球から打ってった、センター三振、取ってこれで3アウト、よし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 。いやマジでさ今焦ったんだけど、友達からパワープロ下手すぎてきた、びっくりした。俺もなんか後ろで見られたんかなと、うわ打て、なんか見られたんかと思ったわ、びっくりしちゃったよ。多分僕の今日の動画見たんだろうね。僕の今日の動画はあの DeNA の2戦目で大敗してる動画ね。記憶から消してやったわ。オッケー。ああ、まあでもこいつってむずいのよパワープロ。許してほしい。こっからね、あの自分の難易度調整もかなり良くなってきたから超楽しめる。オッケー。はい、さすがの小園でもね取れませんよね。BCL 頼むぜ。第9よし、パパパパボテボテのショートゴロ、二塁送る、セカンドフォースアウト、パゲッツー、スリーアウトチェンジ。5回までが終了しまして、ちょっと BCL が振るわないよな。6回に入ります。先頭バッターは秋山、いや行けるとこまで行こう。サードゴロ投げた、まだね点差あるし全然いける。ナイス、まだ150投げてんだよ。よいしょ、西川7イニング目まで行きたいなっていう気持ちはある。これで追い込みました。投げました。ナイス。めっちゃ三振取るやんけ。見事なピッチングです。バッターは5番。よ、ナイスボール。初球はストライク。まずは決めてきました。外角低め。いやもうこのイニングまでかな。よいしょ。やばいね。ああ無理か。足速い。坂
ナイスバッティングです。オッケー、ここね一塁で止めれたのはねだいぶ熱いよ。投げました、決まった、ストライク、まずは入れてきました。コーナーギリギリまで攻めて、ました、いいよ、ファールボール、追い込んでから投げました、ボール、外角低め、あもうダメだな、打った、さすがに一塁送球、オッケー、よし、じゃあ交代だな。いいよいいよ、6回2失点なら全然ありっすよ。この回の先頭バッターはアキーノ。さあ次の投球、入るか、惜しい。第3球を投げた、アウトコースをつけた、くっそ、チェ、ここはうまい守備に阻まれました。右バッターボックスは木下、今日2打点を挙げています。投げた、いいじゃん、木下がいいわ、ボールが転がる、盗塁もさせるしね、いやー、いいバッティングを見せました。ここ9番まで回したい気持ち悪い、あ、石川、石川高山、第9投げた、お前これがダメ押しの一発となるか、センターバック、いいバッターだな石川高山、チェーンやんけ、石川タイムリーツーベース、かなりね、3打数の3安打、投げた、初球から送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、いや無理か、なんで走ってんの、なんで走ってんの、タッチアウト、3アウトチェンジ、怖いことしてる、終了しました、ゲームはこれから終盤に入ります、いやピッチャー交代ですよ。ここさ、まあいいか、とりあえずじゃあ二人でいきますか、ドラゴンズ、はい、第9、よっ、初球もうタイミング合いません、左続くなら砂田でもよかったね、簡単にツーストライク追い込んだ、打ちました、ボテボテの当たりはショートゴロ、ナイス、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません、バッターは8番相澤、今日3打席目、さあ次の投球、よっ、ナイスボール、投球は3球目、スラをしっかり、あーいいね、ナイスピッチが出たからね、よっ、ナイスボール、ええやんけ、代打は松山、おお、なんかサングラスかけてる、かっこいい、危ない、全然打ってこやん、打ちました、セカンドの左、高橋掴んだ、バカ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 野郎、一塁はセーフ、バカ野郎、たまにボタン押し間違えるんだね、やばいね、やばいね、マジやばい、ここゼロで押せよ、しっかり、いいバッティングを見せます、アタックポイントなんだよな、スライダーのストライク、少し迷ったか、投げた、決まったストライク、軽く追い込んでしまいました、いやちょっとやられたことだな、高橋ボールを掴んで、あぶね、スリーアウトチェンジ、オッケー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 、西田、増田、降板、7回の裏、ドラゴン、いや福田に変えますよ、さすがに変えますよ、で左バッターがいいんだけど、うわいねんだよな、ちょっと2軍から2軍からさ、初球空振り、ちょっと補充する？いるっしょ、もっといいバッター。第2球投げた、打ちました。あ、ええやん。ええやん。溝はナイスバッティングです。打順は1番に帰って岡林。今日はここまで3打数2安打。うわ、入ってんだ。第2球投げた、打ちました。うん。だ結構まっすぐでゴリ押ししてくるタイプなのかな、君は。第3球をストレートは内角へ。第4球を投げた、ボール、ツーツーね、一塁ランナー、うわ早いわ、二塁送球、タッチはアウト、これで早いでタイミング、打った、小園、第4球でボールを掴んでアウト、ツーアウト、そのタイミングちょっと覚えたいな、初球、おお、さあ次の投球、投げた、ボール、いいよ、しっかり打ち込んでいこう、投げました、うわあ、どうだ、スライダー持ってますやん兄さん、スリーアウトチェンジ、7回までが終了しました、さあここはじゃあそうだな、谷本でいくか、ドラゴンズ、あ砂田でいこうと思ってたんだ、忘れてた、攻撃になります、先頭バッターは秋山、いやここから左続くのに、こっから左続くのに、打った、石川取った。オッケー、ナイス。これでワンアウト。砂田で行こうと思ったんだよ。バッターは4番西川。ここまで2打数。危ないじゃん、危ないよ。投げました。ボール。うわボールかい。第3球は。よ。ストライク。よ。
第4球を投げました。決まってストライク。第5球。そしてカーブで投げました。流し打ち。あ、ちょ。トンネルと同様それ。西川一気に二塁へ。うわ、マジか。西川ツーベース。まあ1点 OK にしたいんだけど、アタックポイントになっちゃったんだよね。投げました。打ちました。二塁ランナー三塁。ファール。フォークストライク。第3球を全力ストレート打ちました。ショート右の当たり、よっしゃ。アウト。これでしかも持ち入る。ランナーは2塁変わりません。ここは打たしたくない。初球決まってストライク。結構大きいカーブ投げるんだね。よいしょ。決まったストライク。これで追い込みました。あぶね、三振。ぶねー。8回の表が終わって、よし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 、大島。トップバッターは大島。今日はここまで3打数1安打。うわあ、これは内野ゴロ。無理に打つ必要なかったかな。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番ビシエド。ビシエドがなかなか打てないんですよね。投げた、打った。おお。第2球。投げた。打ったいい当たりだ。二遊間。ナイスバッティング。センター前ヒット。いやー、でももっと大きいの打ってほしいよな。バッティングを見せました。バッターは5番アキーノ。第9。外れた。石川昂弥の時めっちゃ打てる。さあ次の投球、まあ、打順なんだろうか、さすがに。第3球を投げた。オッケー、ナイスバッティング。ええー、や。中継。アキーノナイス。いや、さすがに。お。さあチャンスを広げました。ドラゴン。ディフェンスポイントね。第9。木下さん調子いいよ今。第2球投げた。ナイス。打ちました、いい当たり。宇宙間のフライ。いや、このピッチャーがね、打ちやすいわ。中継。あれ、オッケー。うわ、9点も取ったら初めてじゃない多分。9対2。今日3打数3安打の石川。第9投げました。よいしょ。発進で取られた。ピッチャー返し。仕方がええやんけ。石川。ええやんけ。なんと4打数4安打。投げました。いきなりスクイズ。ショートバウンドボールを取った。アウト。ドラゴン。スーパープレーか。谷本は交代させます。じゃあ郡司だな。ピンチヒッターは郡司。頼むぞ。第9投げました。よし、クリーンヒット。今のはでも良かったでしょ。俺が今うまかったわ。回れ。点追加。タッチはえ、これで3アウト。8回の裏そういうことしちゃうんだよな俺。まあ、マルティネスではなくていいよな。柳は先発で使いたいから、そぶで行こうか。あ、砂田使おうと思います。砂田痛い今。よいしょ。レッツゴー。全力ストレートでいいよ。投げました。やべ。打ちました。打球は左中間に上がっている。オッケー。スーパープレーすぎる。ランナーはありません。バッターは8番相澤。今日4度目のバッターボックス。レッツゴー。さあ次の投球。投げました。打ったに当たりだ。じゃあ、うわ、取れないか。いいバッティングしますやん。打ったバッター一気に二塁へ向かう。バッターランナー二塁でストップ。相澤ツーベースヒット。相澤いいね。さあバッテリーやばいね。第9よ、打ちました。あっと引っ掛けた。三遊間。うわ、ちょっと待って、ここ、うわ、めっちゃうぜえとこ打つな。記録はヒット。記録はヒットです。ドラゴンズなおもピンチが続きます。いいよ。第2球投げた。やばい、打ちました。レフトへの当たり、ヒット。ファーン。堂林、ナイスバッティングです。中継するんかい。なおもピンチが続きます。打ちました。おお、ぶね。どうすっかな、引っ掛けたいよな。第2球、打ちました。うわ、やー。ヒット、レフト前ヒットになった。中継。マジで。ホームイン。カープ2点勝った。ソブエ、ここは踏ん張れませんでした。くそ。今日2三振の秋山、第9。やばいね、調子上がってきてるからね。むちゃくちゃエゴない、そのミートポイント。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。オッケー、インフィールドフライね。わざと落としちゃおう。掴みました。あー、取っちゃった。勝利まであと1人。今日2本のヒット。4番なんだよな。エゴいエゴい、もうどこ振ってもお前ヒットだぞそれ。エゴやばい。センター前進。さすがに取れないか。これがヒットになります。あー、無理か。やべえ。カープ点差を5点に縮めました。ワンチャン、いや、ワンチャンもないと思うけど。やべえ、マジでやべえ。センター前
祖父江まずいね。この回まずくない？ちょっと待って変えるか。右ピッチャー、うわー、藤島ギリギリでマルティネスさんに行こう。第9投げました、見送ってストライク。ここはね、よいしょ。そんなナックルカーブ投げる、めっちゃ燃えとるこいつ。投げました、やべ、ナイス。あー怖かった本当に。ありがとうございました。よかったよかった勝てて。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当だよ、高橋宏斗ナイスだった。2勝目です、高橋宏斗。よかったよかった、快勝。20本ヒット打ったんだよ俺ら。あれ、あ、前回一勝つかなかったの？一勝つかなかったんだ。へえ、消しゴムの開発、タオルの開発、そんなんできるんだ。まあ知らないんだけどね。今3位まで上がってなかった？今4位まで上がってる。きた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 。だね、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。